ああ いつも夜にやるから、こんばんはって言っちゃった。こんばんは。こんにちは。おはようございます。ちょ待って。ヤッホー。こんにちはですね。こんにちは。中村舞です。ありがとう。ハートとかわいい。お疲れ、尊い。だるま。ここは服。こんにちは。中村舞です。皆さん、クラランス？違う、これはね、ティルティル。ありがとうございます、ギフト。お昼は、あれですね。久しぶりですね、やるの。そうでもないか。休憩時かな、みんな。お昼ご飯ぐらいかな。これからご飯って言ってる。ご飯食べた？いや、食べてない。お昼ご飯食べた？食べてない。お腹空いとる、めっちゃ。食べてるよーって。昼休み？何食べるか一個も決めてない。お腹すいた。大学休みだから見てる。こんにちは。卒業試験だから昼終わりで家でご飯食べてる。こんにちは。いろんな人がいる。皆様お疲れ様です。明日から中尾でウニイクラ丼始まるよ。もしかして、中尾の人ですか？え、ウニイクラ丼？私さ、中尾でウニとかあんま見たことないんだけど、イクラはやってるよね、今。もう終わったのかな？結構食べたよ。そんな、ウニも乗せてくれるの？これは本当ですか？美味しい、ありがとう。中尾の牛丼、あんま食べたことないかも。どっちかといえば親子丼だよね、中尾。あれが入ってるんじゃないんだっけ、糸こんにゃく。ちょっとすき焼き風。昼配信に備えて有給です。嘘つくなよ。本当かよ。中尾の明太子クリームうどん好き。え、めっちゃわかる。でもさ、あれ期間限定だったのかわかんないけど、なくなったんだよね。今やってる？
やばい、なんか食べたくなってきた。ゆりさんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。でも中尾好きにうどん。お腹空いた。みんなのお昼ご飯を教えてもらおう。みんなのお昼ご飯をここに書いてください。参考にしたいと思います。カルボナーラ、パン、プロテインバー、鍛えてんの？サラダ、ちゃんぽん、天ぷらそば、おそば、おそば、巻き寿司、中う？ラーメン、そば、なんかそば多くない？チャーハン、うまかっちゃん、卵サンド、すき家、ん？すき家じゃない、マック？いいね。鶏天丼、カツカレー、ラーメン、インスタントラーメン、きつねうどん、鮭なんか鮭だけ書くの可愛いね。鮭、ナポリタン、寿司御膳、天ぷらとコロッケ、カルボナーラ、カルボナーラかぶりしてる。バターチキンカレー、いいな。カレー、ナポリタンと目玉焼き、なんかいいねおいしそう。なんか全部あんかけ焼きそば、あ、お弁当の人いるわ。菓子パン、焼きそば、すき家、卵サンドイッチ、手作り弁当、 TKG、 クリームたい焼き1個、あー力出るの。スシロー、マルゲリータ、ネギ塩牛肉丼、カレー&ナン、みかん、ココイチ、おそば、なんかおそばの人多くない？仕出し弁当、おでん、とんかつ、ちょっと待って、めっちゃみんな書いて書いてある。だって、全部読もうと思ったら読み切れんかった。麻婆いいね。パスタ。うどん、ラーメン。無音です。あ、無音の人こんにちは。無音の人こんにちは。集計取ってください。ご飯、みんなが何食べたか。厳しいな今の、厳しいな、ありがとう、ケイさん。ケイさんありがとうございます。中村舞です。イヤホンの人こんにちは。マイキー、お昼何食べるの？何食べよっかな。やばい。何の気分でもなれそう。あったかい食べ物が食べたい。
食べに行くの？何も決めてない。食べたい。何かしらを。おでんいいな。おでんいいよね。トイハンタありがとう。ツルトンタン？え、私さ、ツルトンタンさ、めっちゃ行きたいんだけどさ。なんか東京とかに行ったらツルトンタンあるじゃないですか。で、え、ツルトンタンってもっとどこなんかいね、わからんけど、大阪？ツルトンタン六本木にあるの。え、なんか昨日調べたんですよ、ツルトンタン。そしたらちょっと歩いていくにはちょっと遠い場所だったんですよ。あ、大阪なんや。いや、私なんか歩いて行けるとこに行きたいんですよね。もう外出るのにもうちょっとためらうぐらい寒い。道頓堀かな。そうなん、ツルトンタンめっちゃさ、え、大容量、なんかもう器がめっちゃ大きいんでしょ。ご視聴ありがとう。3玉まで無料。え、どういうこと？何玉？え？うどん？うどんって大体何玉食べるもんなんかな？わからん、私。3玉まで増量無料。え？どういうこと？そうな。ライスはついてきませんよ。え、でも私、うどんにご飯は食べんのんですよね。よく給食であったのは、なんかうどんにご飯出てくるやつ。あ、うどんにパンか。お米は食べん。普通は行ったもん。ツルトンタン、ツルトンタンいいね。ありがとう。マイキューって量どれくらい食べる？普段食べるの？私結構食べるよ。でもなんかちょっと大変だな、食べ過ぎて大変だなって思ったら、あれします、セーブするけど、いくらでも食べていいよって言われたら全然食べる。ありがとう。でもね、昨日そうラーメン一人で行って、なんかそこのラーメン屋はなんかその汁を残して、ラーメンのスープ残して、そのスープになんかお米入れてチーズ入れてなんかリゾット風にするのがなんかそこのお店のなんか看板メニューみたいなの書いてあって、でめっちゃお米頼もうか迷ったんですよ、ラーメン食べ終わった後に。で、うわー、食べようかなってめっちゃ迷ったんですけど、でもなんかちょっとぐらいお腹空いたまま終わりたくって、なんかお腹いっぱいになって苦しいよりかは
ちょっとだけ、ちょっとだけ余力を残して終わりたかったんで、ちょっと我慢して帰りました。お腹、ちょうどいいぐらいで終わりたい。限界と思ってから先があるらしいよ。さ、その先を越えてったらどんどん胃袋広がってくよね。ちょうどいいにデザートは含まれます。私さ、食後のデザートあんまり好きじゃなくって、食感のデザートがいい。なんか甘いで終わりたくないから、口の中はしょっぱいで終わりたいんですよ。なんで デザート食べたらなんかもう一回なんか辛いもん食べんといけ。別腹持ってない、持ってません。かき氷とラーメンならかき氷を先に食べ、なんかこれは多分もうみんな、うん、そうだよねって言うと思うんですけど、甘いものを先に食前に食べたらめっちゃご飯進みませんか。マジでいっぱい食べれませんか。なんか美味しさめっちゃ感じませんか。先に甘いものを食べたら、え、ないですか？こういう私だからわざと甘いものを先に食べたりするときある。満腹中枢？ご飯いらなくなる。いや、もうご飯が欲しくてたまらなくなるね。いや、みんな分かってくれないんだけど、なんでデザート食前入る。デザートは食前いいよ。今度やってみて。なんかさ、焼肉屋さんとか好きなんだけどさ、焼肉屋さんでさ、最後にさ、デザートでアイスとかいっぱいあるじゃん。って感じでさ、なんか最後はお肉を食べて、お肉の口がまだ続いてる余韻を味わいたいんですよね。ずっとなんか口の余韻を楽しみたいんよね。なんかもったいない。帰りのガムは、いや、いる。余韻を楽しんだ後に食べる。
タレ飲んじゃおう。ねえ、やだ。飲みたい。ね、大好きだよ、でも。焼肉のタレ。塩分過多になる。むくみます。塩抜きダイエット、でもなんかあれ言っとったな、なんかそれおきちゃんと話したよね、なんか塩抜きの話したんですよ、なんか塩抜きとかやったらいいよねみたいな、すっきりするよみたいな言ってて、なんかまあ塩分を取らないみたいな。塩抜きってなんやねんって感じ。アサリです、アサリ。なんか砂抜きみたいな。もう一球絶対無理。まいちゃんできないでしょ。なんかだったらなんか食べる量をちょっと減らす方がまだいいかな。食のこだわりワイルド、そうかいね。なんか年々脂っこいものが好きになっていく。困ります。減塩の塩を使えばいい。減塩の塩って何？減塩の塩とかあるの？減塩なのか塩なのかどっちなんだい。よくわからん。いやあ、腹が空いた。なんか食べたい。飴を舐めまーす。失礼しまーす。
直前の甘味。マイチャムもうお体大丈夫なんかい、かわいいマイチャム。体大丈夫だよ。授業中にこっそり食べる生徒みたい。食べてた授業中私。ちょっと悪な時期があったから、授業中に飴とか舐めてた。早弁はしたことないよ。あのアーモンドチョコにハマってて、アーモンドチョコを持ってって授業中にアーモンドチョコを食べてたんですよ、お腹が空いて。そしたらなんか周りの人が、え、なんかチョコの匂いせえみたいな、なんか甘い匂いせえみたいな言っとって、で本当だねって言ってた。なんか甘い匂いするねって。お菓子持ってくん、え、お菓子持ってってた、なんなら全然買ってってたかも。ミロ作ってた、え、学校の牛乳でミロ作って食べてた。ミロ持ってってた、持参。なお菓子持っていくことはそんな怒られんかったけど、うん、今の GK 学校にウーバーイーツとか頼むだろう。え、でもさ、私の同級生頼んでたよ、学校に宅配のピザ。なんかお昼時に宅配のピザ頼んで、なんか校門までお願いしますみたいな言って、ピザ宅配してる人いたよ。怒られない、え、わからん、怒られとったんかな。いや、なんか教室ですごいピザの匂いがするなと思って。やんちゃ、やんちゃかね。うん、でも高校生の時よ。高校生の時みんなさ、お弁当がないと、あの、給食出ないんで、お弁当だからさ。そうそう、だから。レッスン場に出前することある？いや、一回だけやったな。おきちゃんと二人でタピオカをレッスン場に頼んだことある。めっちゃ前に。タピオカがすごいもうブーム来てた時期に。レッスン場でタピった。怒られん。全然。あの、普通に外で受け取るにして。
ピオカ飲むことタピルって言うんで。レッスンでお弁当、いや、うん、うん、うん、レッスンの時のさ、ご飯食べる、なんか一日レッスンとかがあった時にさ、ご飯食べるの結構大変でさ、なんかみんな同じコンビニとかに行くんですよね。だからもうそのコンビニみんなで溢れるんですよとりあえずもうSTU コンビニみたいになるんですよ。もうみんなが一気に押し寄せてお昼になった。でも30分とかぐらいしかないんですよ。で休憩が。でさ、温めとかしてたりさ、もうさ、もう STU のさ、行列ができたらさ、そのレジの。そしたらもうめっちゃ時間がかかるんですよね。でさ、もう本当にもう急がないとご飯食べることできないんで。そう、もう。もうカカカカご飯レッスン場には冷蔵庫あるんだけどね。うん。お昼時に行ったら大変。電子レンジはお話し会でね、導入されました。冷蔵庫だと取られないか？なんか STU の冷蔵庫は、あの、置くの禁止なんですよ。なんか置いて帰るの禁止で。で、その日のものはその日のうちに、みたいな感じなので、そう。ダメなんですけど、私、どうしてもストックが欲しい人間なんで、一本だけ名前書いて入れてる。でもね、そういう人何人かいると思う。なんか、冷蔵庫開けたら絶対空じゃないんですよね。飲み物ストック入れてる。何も言われん。なんかストックがないってね、嫌なんだよ。うん、メンバーが使うやつ専用。あとは今はやってないけど、ウィダーとか入れてた。名前書いて、これは朝起きて、私もうギリギリに起きるんですよ。やばいってなって全速力でダッシュしていくんですけど、レッスン場に着いて残り1分とかになった時にウィダーをこうキュッて冷蔵庫の前でキュッてやってレッスン行くみたいな。もう時間がない、朝ごはんの時間がない時に飲むみたいな。10秒チャージ
かっこいい。いやまずねギリギリで走ってる時点であんまり寝坊してそう。聞いてください、中村絶対に遅刻はしないんで、ギリギリで頑張ってるんですよ。いや早く行くときもあるんだけど、寝過ごすので聞いてください。私なんか新幹線行きとかめっちゃ怖くて、なんかね東京新幹線でね、まあ新幹線乗るじゃないですか。さあゾンビ映画見たばっかりだからさ、もうさこの新幹線でゾンビが出たらどうしようってことばっかり考えてしまってさ。なんかね、全然眠れなかったんですよ。もう何回もね、起きてね、寝て起きてを繰り返してね。もうちょいいい話のゾンビ見て、ハラハラするのがね、なんかね、見たくなっちゃうんですよね。でもなんか日本のあの新幹線、こう何号車から何号車みたいなこう渡る時のさ、あの通路さ、あれ近くまで行ったら勝手にパーって開くじゃないですか、自動ドアで。だからさもうさ一人現れたらもう全車両ゾンビだらけになるなって考えてて、手動じゃないからさ逃げ場がないなって思う。ずっと考えてた。自動ドアでゾンビがやってくる。いやー最近ね、なんか夜とかにね歩いて帰る時とかね、なんか普通の人にもねびっくりしちゃうんですよね。歩いてて普通の人が横から来たりしたらバーみたいな、あびっくりしたって、もうなんか良くない傾向になってる。だから最近走って帰ることがよくあるんですよね。別になんか帰り急いでないのに走って帰るみたいな。めっちゃ早く家に着く。ワールドウォー Z という作品は飛行機でゾンビパニックになります。知ってますよ、私ワールドウォー Z 見ましたよ。ワールドウォー Z はマジでクオリティめっちゃすごいですよ。あれはもうクオリティ高々ゾンビです、本当に。もうゾンビの数もすごいし、見てほしい、ブラッド・ピットさんのワールドウォー Z。 なんかね、その飛行機でゾンビが出た時になんか飛行機のどっか爆発させて、で飛行機に穴が開いて、でゾンビがもうみんなその穴からポポ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 って出ていくシーンとかあるんですけど、そうゾンビが落ちるシーンあるんですけど、すごい。
どうやって撮影してるんだろうって思っちゃう。そうそう、空から。もうあれはマジですごい。本当にクオリティめっちゃ高くて、しかもゾンビの速さが異常な速さ、なんかめっちゃ速いし、めっちゃ攻撃的、めっちゃ強い。 CG、 え、あれ CG なん？いや、すごい、あれすごいなと思って見ましたね。最初のゾンビどうやって生まれた、あれどうやって生まれたんだっけな。どうやって生まれたんだっけな。記憶が記憶があんまり出てこん。急に出てきたんだっけな。またゾンビの、やばい、もうゾンビの話はしないって決めたのに。やばい、また言ってるよって言われるから、もうやめようと思ったのに。ゾンビ映画もう見ないか、いや見るかも。見ます、なんか見ます。ゾンビらないで、分かった。怖くて見れない、怖くて見れない人におすすめなんですけど、なんか人がいっぱいのところで見たらいいですよ。家で見るの怖いから、なんか何ですかね、外とかで見たらなんかまだ昼間の外とかだったら全然大丈夫。ここでして見たくない。そうですよね。ゾンビ役のオファーとか来ないの？ゾンビ役？なんかさ、私映画出たんですよ、見てください、あ、これですこれですこれですって言って、あーとか言ってる私だったら、なんか結構なんかちょっと初めての映画がそれか、ゾンビ役か。絶対ゾンビ似合うよ。ね、ありがとう。ありがとう。似合うかな。ゾンビ役似合う。ゾンビに焦点が当てられてたらいいと思うんですけどね。ゾンビな基本なんかパン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 って感じだから。
私が見たゾンビなんかちょっと悪いゾンビしかいないんですよね。もっと有料ゾンビ、なんかそんなゾンビがいたらまあいいんですけどね。主役ゾンビ、前も一人でゾンビ映画見るの、私お話し会の休憩中とか見てたよ。あのさ、お話し会の休憩30分とかあるの、1時間ごと終わったらさ、なお昼の休憩とかちょっと長めにあるの。だからさ、メンバーみんないるからさ、怖くないからさ、まあ、怖いけどまだ大丈夫だから。そう、奥ちゃんに力説しながら見た。おきちゃんそんなゾンビ好きじゃないんだけど、多分ゾンビの魅力を、おきちゃんから何個か教えてもらったんだけどな、なんだっけな、アニメ調べた。ゾンビランドサガ、それだ。おきちゃんアニメなんかいろいろ詳しいからさ、アニメめっちゃ教えてくれる。ゾンビのアニメ見たことないかも。あとさ、私アニメは結構キュンが好きなんですよ。キュンアニメめっちゃ好きなんですよね、なんか。なんで、そう、キュンアニメ教えてくれる。最近どんなの見たの？最近アニメはあんま見てないかも。アーニャの2期ずっと見てたぐらい。アーニャ映画見に行かないといけない。行きたい。飴噛んじゃった。映画してるんじゃないの？分からん。そう、スパイファミリー。みんなお昼休みが終わるって。お昼休み何時までなの？だいたい1時間だよね。この配信12時からやっとる。
アニメ指先と恋恋もいい。ねえ、それおきちゃんも教えてくれた。見る予定だよ。指先と恋恋。覚えとく。指先と恋恋。キュンアニメですね。13時までって言ってる。じゃあそろそろ終わろう。え、今何時なん？12時53分だって。ご飯食べるよ。みんな お昼も頑張って。ご飯食べる。ありがとう。ちょっとじゃあ壇上呼ぼうかな。ありがとう。わあ、名前書いてない。これあれだな、多分みちゅさんのアバターの人。13位の人。飛んだ。あと、ありがとう。シーンさん、福太郎さん、パオさん、ミッキーさん、昔からおじいさん、くまねパパさん、シーサーさん、イコルさん、としきさん、きなぺこさん、恋してカープさん、おっさんずさむさん、ありがとうございます。皆さん、午後もファイトです。ありがとう、ハート。ギフトありがとうございます。お昼休憩に皆さん見てくださってありがとうございました。山が買って、え、私も買いに行こうかな。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさーい。ねんけど。おやすみってすごい言われる。おやすみなさい。夜じゃないんですよ。また。お昼も頑張ろう。またねー。3210。頑張ってねー。ファイトー。おー。